お名前を書いていきたいと思います。今日はお話し会の方ではちょっと頭にあるものをつけてまして、それを意識した服装となってます。はい、それでは、まずお一人目から書かせていただきます。お一人目、渡辺雄介さん、ありがとうございます。よいしょ。ぜひ皆さん、自分の番が来たらコメントお願いします。こんばんは、渡辺雄介さん、ありがとうございます。ありがとうございます。渡辺さん、いらっしゃいますでしょうか。そう、こんばんは。続きまして、大谷さん、ありがとうございます。大谷さん、お疲れ様ね。あ、ありがとう。大谷さん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。続きまして、肌手さん、ありがとうございます。あ、タニーさん、ありがとう。大谷さん、タニーさん、ありがとうございます。今ひなちゃんの方からも肌手さんって聞かれた。ありがとう、ありがとうございます。入ってたらすぐ来てたね。お二人目でした。肌手さん、ありがとうございます。続きまして、のりぽんさん、ありがとうございます。今回はね、ご飯系やめたんですよ。ちょっといろいろ書いてるので、届いてから見てみてください。のりぽんさん、ありがとう。こんばんは。続きまして、ゆうきこいとうさん、ありがとうございます。いや、ネタ切れじゃないよ。ゆうきこいとうさん、ありがとう。ありがとうございます。なんかご飯系やめてみただけ、ありがとう。ありがとう、こちらこそ。続きまして、大島ゆうきさん、ありがとうございます。ことないギフトかね。りんこちゃん隣。続きまして、こうたさん、ありがとうございます。こうたさん、こうたさん、ありがとう。すごい、いっぱいくれ。なんなんそれ、流行り。ありがとうございます。続きまして、のびさん、ありがとうございます。23時以降は投げられない人、マジ私以外の、私以外へのギフトじゃん。ありが
とう。さっきツーショットもありがとうね。ありがとう。ありがとう。トが跳ねてて可愛い。のびさん、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいすごい。本当にそんなギフトあるんですか？23時以降ないって。なんなんこれ。ライバーって書いてある。続きまして、ナッカンさん、ありがとうございます。若づけな。今日なんか若いのよ。若づけってないです。今日もナックの布の優しさが好き。ニット。ありがとうございます。ありがとうございます。淡い服を着たら若く見えるのかも。うち配信レアキャラになっちゃったから。レアキャラでもないよ。続きまして、カニスティックさん2枚ありがとうございます。HK さん、ありがとうございます。こんばんは。 HK、 HK さん、ありがとう。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。続きまして、カーテンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、近い。お、Thank you。明日はさ、続きましてトムさんです。ありがとうございます。明日は写真変わるから楽しみにしててください。トムさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。続きまして、佐々木さん、 SASAKI さん、ありがとうございます。これはね、先々週と一緒の写真。佐々木さん、ありがとう。ありがとうございます。続きまして、ケンタンさん、ありがとうございます。ケンタン、ケンタンさん、ありがとう。ありがとうございます。続きまして、アタックさん、ありがとうございます。皆さんいらっしゃる。めっちゃライバーギフトが。ありがとう、アタックさん。ありがとうございます。続きまして、 M ケンさん、ありがとうございます。M ケンさん、ありがとう。かわいい。次の部分よろしく。よろしく。ありがとう。続きまして、ニノさん、ありがとうございます。ツインテールね、最近よくやってません。私ドライバーギフト投げた。確かに。ありがとう、ニノさん。ありがとうございます。
いろんな時間に配信しようかな。続きまして、シュンさん、ありがとうございます。シュン、ありがとうございます。こんばんは。続きまして、チャッチャーさん2枚ありがとうございます。喉が治りつつある。こんばんは。もう普通じゃないですか、これ。シュンさん、ありがとう、ありがとう。キムちゃんみたいな、みたいな。ありがとう、チャチャさん。ありがとうございます。続きまして、キノコのくパパさん6枚ありがとうございます。6枚。した方がさ、聞こえやすいのかな、声。どう思いますか。強制ベルトつけてるからね。3種類目のサインゲットです。全種類ゲットするので、お、すごい。明日ね、またガラッと変わるんですよ、本当に。確かに BGM 聞こえなくなるかな。ありがとう。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚。ありがとうございます。わあ、お箸がいっぱい。大変、ありがとう。はい、届くの楽しみにしてます。ありがとう。待っててください。あの、みんなバラバラの書いてあるものです。ありがとう。続きまして、シギさん、ありがとうございます。シギ、シギさん、Thank you。 ありがとうございます。すごいね、ありがとう。キノコのかパパさん、すぐさん、ありがとうございます。続きまして、コアラさん、ありがとうございます。コアラさん、ありがとう。ありがとうございます。あ、コアラさん、ありがとう。続きまして、ダダダダムダさん、ありがとうございます。ダダダダムダさん、ありがとう。あら、来た、早い。ツインテール可愛い、嬉しい。コアラさん、この前の公園に、ありがとうございます。続
きまして、マー君ありがとう。マー君ありがとう。ありがとうございます。 Thank you。 いらっしゃるかな。あ、なんか温度。続きまして、南波さんありがとうございます。南波さんありがとう。ありがとうございます。 Thank you。 ナンバさん静かだよ。ヤッホーのび太くん。続きまして、キミ近江の奈良猫さんありがとうございます。こんばんは。オーミーの奈良猫さん、ありがとう。いや、ありがとうにゃー。ありがとうございます。続きまして、こがちゃん2枚ありがとうございます。こがちゃん、お、こがちゃん、こがちゃん、ありがとう、ありがとうに、ありがとう、ありがとう、ありがとうの渋滞。ありがとう。今日も可愛い。天気。嬉しい。ありがとうございます。続きまして、けんちゃん、ありがとうございます。けんちゃん。ありがとうございます。ありがとう。今日は今回でラッキーソングいっぱい書いてるの。今日は仕事だったんでお話し会もしたの。5月1日社会の日。お、待ってます。ありがとう。楽しみ試写会。ドキドキ。恥ずかしいけど。続きまして、スキッパーさんありがとうございます。なんか、酒蔵の娘の時もその大画面に映る自分がちょっと恥ずかしかったんですけど、スキッパーさんありがとう。ありがとうございます。はい、ありがとう、ありがとう、ね、続きまして、まっちゃん2号さん2枚ありがとうございます。何？何の企画？あ、ギフトみたいなやつですか？続きまして、グラファンさん2枚ありがとうございます。あ、全部は見てなかったからさ、知らないかも。いろんな企画があるんですね。あ、グラファンさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。続きまして、和彦0203さんありがとうございます。YouTube 配信見直して、2時間半を女子の方注意。本当？今日は楽しかったよ。ツインテールかわいい。ありがとう。Thank you。
とうございます。続きましてアーリー天下一品さん、ありがとうございます。わお、ペンライト。アーリー天下一品さん、ありがとうございます。ありがとうございます。続きましてスランプくんさん、2枚ありがとうございます。長谷川さん、ありがとうございます。長谷川さん、ありがとう。ありがとう、しずかちゃん。ありがとう、ドラえもん。こんばんは、ありがとうございます。続きましてヨッシーさん、ありがとうございます。ヨッシーさん、ありがとう。はい、9番しずかちゃんより可愛い。本当？実写版いけるかも。続きまして石剣マシンさん、ありがとうございます。石剣マシンさん、ありがとう。ありがとうございます。ルームヘアさん、ありがとう。ルームヘアさん、張り紙中おしめはあなただけ。あ、誰ですか。一人だけ見てる3期生。ありがとう、ルームヘアさん。ありがとうございます。はい、初サインです、ありがとうね。よくコメントで見るルームヘアさん、ありがとうございます。続きまして、かきすけさん、ありがとう。3期生の子たちと写真撮って推しメンですって言ってくださった子がね、いるんですよ。ありがとう。アカウントを取り出すので初見になってますが、サインありがとう、脱線します。ありがとう。ありがとうございます。髪型濃い、イエーイ。なんかこの前もツインしてた私もしかして。続きましてジャストミトさん、ありがとうございます。ナイスフライト。本当？ナイスフライト。ありがとうございます。続きましてなるみさん、ありがとうございます。ありがとう、なるみさん。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。リア中？リア中？続きましてキヨさん、ありがとうございます。
次会うのはいつだろう、サンキュマミヤと。昨日も会ったんですよね、何人かと。キヨさん、ありがとうございます。ありがとう。明日のお話からよろしく、来週のトートロマイクから、お、Thank you、待ってます。明日の話会と来週のトートロマイク、お、続きまして、明けの明星さん、ありがとうございます。40分公演って初めて、私。池の明星さん、ありがとう。ありがとうございます。楽しみよね。続きまして、菊池さん、ありがとうございます。ライブ楽しみ。月曜日もさ、来てほしいんだけどさ、無理かな。4時台ですもんね。菊池さん、ありがとう。ありがとうございます。なかなか厳しい。続きまして、デブニャンさん、ありがとうございます。スタジオでのライブ、はい、6周年コンメ戦、会いますようにって神様が受けるくらいお願いしたのかなった。お、合ってたでしょ。ありがとう。ありがとうございます。お、好きなのだ、なのだ。続きまして、東京1068さん、ありがとうございます。近いけど平日厳しいねえ。まあね、ありがとう。ありがとうございます。月曜は東京でフェスが、フェスに出演しました。続きまして、まさひとさん、ありがとうございます。そうなのよ、まさひとさん、ありがとう。そう、IT ライブ。続きまして、マサジさん、ありがとうございます。ありがとう。ラッキーソングかな、あ、違いました。イットライブやね、イットライブ。あ、いっわー、シランプーさんも呼んじゃいました。ありがとうございます、お届けします。結構ちょっと前に呼びました。2枚ありがとう。続きまして、三井さん、ありがとうございます。ラッキーソングじゃなかった。続きまして、三井さん、ラッキーさん終わってたかも。ありがとう、三井さん。ありがとうございます。続きまして、三伏代さん、ありがとうございます。いつも MFSY さんって呼んでた三伏代さん、ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。続きまして、モンブランさん、ありがとうございます。楽
記事が出てるアップでリツイートしとこ。ありがとう、届くの楽しみにしてるね。ありがとう、ホームラン。ありがとうございます。どうだろう。続きまして、ありくん、ありがとう。配信できないかな、わかんない。ありくん、ありがとう。じゃあ、ありがとう。今日も可愛い金太さん、Thank you。 ありがとうございます。こんばんは。続きまして、インナミさん、ありがとうございます。そう、4時ぐらい、4時5時ぐらいなんです。平日だから。インナミさん、ありがとう。ありがとうございます。来られない方が多いかなって。このチケットも今日から、お、チャートリ。続きまして、たけしさん、ありがとうございます。会話がね、いっぱい。たけしさん、ありがとう。ありがとうございます。続きまして、なっちゃん、ありがとう。なっちゃん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。膝の高さからの、ありがとうございます。こうね、一方的にフォローしてたんだけど、びっくり。今日彼女来たけど、分かった。え、お付き合いされてるんですか。知らなかった。なんか、なんで来たかは後から聞いてって言われて、あ、わかりましたって言って、ありがとうって言ってお別れしたんですけど、まさかそうだったんですね。続きまして、りょうすけピンクさん、りょうすけピンクさん、ありがとうございます。ひちゃん推しの彼女さん。続きまして、ケンジさん、ありがとうございます。ケンジさん、ありがとう。ありがとうございます。皆さん、いらっしゃいますか。5月2日スタジオとチャートリ。そう、スタジオチャートリって初めて。続きまして、 Q さん、ありがとうございます。Q さん、ありがとう。ありがとう、ついてちょっかい、ラブユー、 Thank you。 ありがとうございます。インテルもできるかな。続きまして、ラクウェルさん、ありがとうございます。ラクウェル、ラクウェルさん、ありがとう。アリちゃんが大変だ。そうや、昔あったね。え、アリちゃん両方出る。5月2日、今日は1時間目、ありがとう。とても可愛い道に元気をもらいました。ありがとう、こちらこそ。また話しましょう。続きまして、ひょうさん、ありがとうございます。あれちゃん、スタジオだけ。あ、そうなの。よかった、よかった。超大変だからね。ひょうさん、ありがとう。
全然できる。そうなんですよ、もうめちゃめちゃ伸びてる。どこまで伸ばそうか。続きましてしんさん、ありがとうございます。大阪さん、ありがとうございます。こんばんは。大阪さん、ありがとう。うん、初参加です。ナインブイブ今村市無謀カラオケに感動して打ち震えました。おわへえー、ありがとうございます。嬉しい。ぜひまたお話もしましょう、いつか。ありがとう。明日のサイン会楽しみにしてます。おー、ぜひぜひ。続きましてゴリヒロさん、ありがとうございます。こんばんは。今日は明日連続でサインお願いします。あー、ありがとう。明日も楽しみ。明日ほんと全然変わるから、ガラッと写真がめっちゃいい。私めっちゃ好きありがとう。続きまして尼崎のよっちゃん、ありがとう。ありがとうございます。大盛り、ありがとう。はい、ありがとう。タケコプター可愛かったです。やばい、タケコプターそう、ちょっとね、配信ではつけなかったんですけど、ありがとうございます。今は地上にいます、飛んでない。続きましてギルスさん、ありがとうございます。ギルスさん、 Thank you。 ありがとう、ありがとう、ありがとう。一押し女子増えてるな、増えたのかも。続きまして小西さん、ありがとうございます。どこから来てくれたんだろう、みんな。改めてみんなのきっかけが気になる。続きまして小西さん、ありがとう、ありがとうございます。続きましてさやちゃん、ありがとう。さやちゃん、ありがとう。しずかちゃん可愛いね、今日もありがとう、好きで。 Thank you。 しずかです。しずかちゃんのフルネームわかりますか。続きまして石田さん、ありがとうございます。しほちゃん、みなみ、石田さん、ありがとう。
ます。でもさ、もうちょっとでさ、テリーピンさん、続きましてテリーピンさんです、ありがとうございます。ピンポン。もうちょっとでさ、ドラえもんがおる時代になる。こんばんは、ありがとう、ありがとう、こちらこそありがとうございます。22世紀だっけ。あれ、続きまして、また石田さん、ありがとうございます。石田さん、ありがとう。ありがとうございます。 Thank you。 続きまして京介さん、ありがとうございます。京介さん、ありがとう。80年かかるの。でもさ、続きましてしんすけ白メガネさん、ありがとうございます。そのさ、その80年後までに間に合うようにさ、本当に作ろうとしてる方とかいらっしゃりそうですよね。白メガネさん、ありがとう。ありがとうございます。ノーローショップはできるイメージがあって、部下同僚にいたら最高だろうなと。なんだ、想像、妄想。ありがとう。そうかな、雇ってください、ぜひ。ありがとう。続きまして戸田さん、ありがとうございます。何でもやりますよ、お茶も出します。戸田さん、ありがとう。 Thank you 戸田さん。最近儚さが増した。マジ？なんでだろう。ありがとう。どう、むいさん？公式では2112年9月3日がドラえもんの誕生日。ドラえもんの誕生日あるんや。続きまして、ともよちゃん、ありがとう。続きまして、としひろさん、ありがとうございます。おもちゃん、呼ばれてるよ。としひろさん、ありがとう。ありがとうございます。はい、明日もよろしく。よろしく。続きまして、としやさん、ありがとうございます。ありがとう、シア。かぶった。危にゃい。続きまして、アンバさん、ありがとうございます。今日はチェキ会じゃないよ、サイン会、お話し会とサイン会。アンバさん、ありがとうございます。ありがとう。
かわいい。続きまして坂向さん、ありがとうございます。坂向さん、ありがとう。ロボットは作れたの、4次元ポケットや道具の実現は無理。どこでもドアとか無理なんかな。続きまして、ホージェさん、ありがとうございます。なんかもしかしたら行き当たりせんのかな。できたらめっちゃ便利ですよね。ホージェさん、ありがとう。はい、静かめちゃ可愛すぎ、のび太くんになりたい。さらに、のび太くんと静かちゃん結婚するもんね。プレゼントを届くの楽しみにしておいてね。一枚ありがとう、本当に待ってます。ありがとうございます。続きまして、とりあえずルービーさん、ありがとうございます。とりあえずルーミンさん、ありがとう。ありがとうございます。じゃあ僕はベイマックス、ベイマックス独裁者ボタン、懐かしい。続きまして、トクラセイジさん、ありがとうございます。足りないかも。なんか最近さ、もう一回さ、ラストらへんのラストに申し込んでくださった方々、生で書いてる。てくらせいじさん、ありがとう。ありがとうございます。このままたくら、ありがとう。バーチャルの世界なら今で、確かにね。続きまして、きこりさん、ありがとう。サインとかをさ、事前に書いてるんですけど、今書いてるのは皆さんのお名前なんですけど、ありがとう。ありがとうございます。次、額から見るとどこでもドア見えるし。そうなんだ。そういう本とかあるんですか、もしかして。ひこりさん、もう一枚ありました。ありがとう。別々に申し込んでくださったのかな。ありがとう、ひこりさん。ありがとうございます。続きまして、ムーンさん、ありがとうございます。ムーンさん、ありがとう。台湾戦欲しい。台湾戦欲しい。どっちに行くんですか、過去と未来。続きまして、テンさん、ありがとうございます。村瀬一だ。テンさん、ありがとう。ありがとうございます。コメントはね、 4種類ぐらい準備してて。続きまして、ゆうとくん、なんかバランスよくやってるんですけど、ゆうとくん、ありがとう。ありがとうございます。こう3枚4枚並んでて、順番にこう撮ってるんですけど、複数枚の方はこう全部から撮れるように。続きまして、望月もちおさん、ありがとう。ちょうどね、今終わった。
鈴木もちおさん、ありがとうございます。すいません、予備いただけますか。予備の ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、もちおさん、ありがとうございます。ラストの方になります。昔からおじいさん3枚ありがとうございます。3枚足りんかった。来週みっちゃん日曜日岡山倉敷まで待っててね、近いので楽しみ。メロンフラペチーノまだ飲めてない。私も去年舞台中でなんか差し入れにいただいたんですよね。メロンフラペチーノ。でも去年よりね、果肉の量とかね多くなってるらしいですよ、今年。なんかメロンのフラペチーノ飲みたいって言ったらマネージャーさんが買ってきてくださったほぼ頼んだ感じの差し入れをいただいたんですよ、去年ね。お優しいマネージャーさんで、そう、飲みたいな今年も。でも売り切れてそうだね。ありがとうございます。ということで、ST48オンラインサイン会、本日は以上で終了となります。皆さんありがとうございました。明日もあるのです。明日は写真も変わるのでお楽しみに。続きまして、壇上を読んでいきたいと思います。13位テリーピーさん、12位長谷川さん、11位エミケンさん、10位アックくんさん、9位ズナヤゴさん、8位マサジさん、7位キミさん、6位ホジェさん、5位ツボユースケさん、4位ブルーさん、3位スキッパーさん、2位イシケンマシンさん、そして1位はトレビューちゃん、ラッカンさんでした。ありがとうございます。続きまして、ラッキーナンバー22位はドゥルルルンちゃん、ギルスさんでした。ありがとうございます。ありがとう。それではまたお会いしましょう。ラストの部来てくださる方お待ちしております。ありがとうございました。バイバイ。